ただいまからアトラクション第2部を開催いたします。はじめに第3楽隊によります音楽演奏です。第3楽隊は昭和35年に伊丹市千蔵に発足した近畿2府4県の防衛警備を担任する第3師団直轄音楽隊です。音楽を主任務とする専門部隊として正体の儀式及び部内外の要請による演奏、第3師団の部隊部員の指揮高揚を図る演奏に従事し、定期演奏会や巡回演奏会等を行い、地域の皆様から親しまれる音楽隊として幅広く活躍しています。本日は隊長河原拓海1等陸尉以下26名で演奏いたします。それではよろしくお願いします。ありがとうございます。ご紹介に預かりました。私たちは第3音楽隊です。本日は宇治駐屯地創立記念行事にお越しいただき誠にありがとうございます。短い時間ではありますが、どうぞ最後までお楽しみください。そして大変猛暑の中ですので、水分補給しながらぜひリラックスしてお聴きください。私は司会進行を務めます藤野真奈美陸士長です。本日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは早速演奏に参りましょう。オープニングに演奏いたしますのは、陸上自衛隊で使用している進行ラッパを用いた陸上自衛隊ラッパメドレーです。私たちは朝起きるときから夜眠りにつくときまで信号ラッパの音とともに生活をしております。この信号ラッパを用いて特定の音やリズムを奏でることで、自衛官に号令や命令、警報などを伝える非常に大切な役割があるのです。今から演奏いたします陸上自衛隊ラッパメドレーでは、信号ラッパのメロディーが自衛官の一日の何を示しているのかを説明しながら曲を進めていきますので、そちらにも注目してお聴きください。指揮は第3音楽隊隊長河原拓海一等陸尉です。Thank you.
Thank you.
Thank you.
礼しました。ありがとうございました。踊ってくれてる方もいらっしゃってとても嬉しかったです。ありがとうございます。さて時間が経つのは早いもので次が最後の曲となります。最後にお送りします曲は私たち音楽隊が最も演奏する機会の多い方針曲をお送りいたしましょう。踊ってしまってちょっと息が上がってしまいました。失礼しました。曲は100曲を超えるマーチを作曲しマーチの王様と称されるジョン・フィリップ・スーザ作曲の行進曲星条旗を永遠なりです。この曲はアメリカ人の愛国心の象徴ともいえる行進曲で1987年にアメリカ合衆国の国の公式行進曲に制定されました。それでは第3音楽隊の迫力あるサウンドをお楽しみください。星条旗を永遠なりです。